引っ越しは済みましたか？そう言ってニヤニヤ笑う長男の嫁。犯罪者扱いされて家を追い出された私は、そんな彼女を見て内心ほくそ笑んだ。私は東しおり、今年で60歳になった。私は仕事ばかりしてきた人間だが、残り5年で職場を定年退職する。私には息子が2人、そのうちの1人、長男の大和と一緒に暮らしていた。夫が早くに他界した私を一人暮らしだった息子が心配して家に呼んでくれたのだ。しばらく経って息子が結婚。相手はさくらさんといって、職場で知り合った同僚だそうだ。その時私は出て行こうかと息子に提案したが、息子は別に一緒に住めばいいと言ってくれた。なので私は息子の家を出て行かずに今まで通り生活していた。もちろん息子の嫁も私が一緒に住むことを快く受け入れてくれている、そう思っていたのだが、息子が結婚してから数ヶ月後、息子の嫁の本性が見えてきた。もともと共働きだったはずだが、急に仕事を辞めてきたのだ。その時息子は驚いていたが、嫁は子供ができるかもしれないでしょと言ってその場を言いくるめていた。私もその点に関しては息子が納得しているならと思っていた。しかし仕事を辞めた嫁は家事に専念するのかと思っていると、そんなことはなかった。お掃除も洗濯もすべて私に丸投げ。息子の食事はほとんどがお惣菜で、パックからお皿に移し替えているだけ。私は一度苦言を呈してみたが、受け入れてもらえなかった。むしろ反感を買ったようで、嫁いびりですかなんて言われてしまった。そんなことを言われてはこちらとしては手も足も出ない。息子夫婦のことだから放っておけばいいとは思うものの、家事などの面倒なことを一切合切こちらに投げてくるのだから放っておけない。もうすぐ私の仕事は終わり、退職金が入ってくる。私はそれなりに働いてきたので、きっと退職金もそれなりにもらえるだろう。そのお金があればこの家を出て一人で暮らす部屋を借りるぐらいできる。私を気遣って呼んでくれた息子には悪いが、私はもうあんな嫁を前に優しくできそうになかった。それからというもの、私は仕事の傍ら物件探しに明け暮れていた。そんなある日、嫁がニヤニヤと笑って私に話しかけてきた。お母さん、お金あるんですか？どうして急にそんなこと？最近物件探しとかしてますよね。そう言ってきた嫁。何を企んでいるのかしらなんて思っていると、嫁は急に私の手を掴んで懇願するような顔をし始める。お金があるなら私に貸してくれませんか？え？嫁の申し出に私は驚いた。息子から生活費はちゃんともらっているはずだと言うと、長男嫁はわざとらしく涙を流し始める。全然足りないんです。私、生活費を夫の給料からもらっているんですけど、夫はギャンブルやお酒に使っているみたいで、私への生活費が日に日に少なくなっているんです。え？私は驚いた。長男は真面目で硬すぎるぐらいの人間だった。そんな長男がギャンブルやお酒ですって？ありえない。そう思って渡したが、長男嫁はぐすぐすと鼻をすすって私の同情を誘う。そうは言っても。ひどいです。お母さんも私の味方をしてくれないんですか？この家には私の敵しかいないのね。実家に帰りたくても交通費もないんです。携帯も取り上げられてしまって。息子がそんなことをするとは思えなかったが、長男嫁は言った通り前に見せてくれた携帯を持っていなかった。まさか息子の新たな一面を知って
私はショックを受けてしまった。いくら足りないの？毎月生活費を1万円しかくれないんです。え？お母さん、私に生活費として残り4万円でいいのでくれませんか？私は長男嫁の発言に困惑した。そんなお金じゃ過ごせない。息子は何を隠しているのかしら。そんなことを勘ぐっていると、4万円をもらった長男嫁はそそくさと家を出る準備をし始める。急にどこかに行くの？隠してきます。こんなことがバレたら私、帰りは少し遅くなります。長男嫁はそう言ってどこかへ出かけてしまった。隠してくるという割には派手な格好だと思ったが、長男嫁はいつも派手な格好を好んでいたので、この時はまだ違和感を感じていなかった。私は息子が帰宅後、早速長男嫁から聞いた話を問い詰めた。どういうことなの？私がそう言うと、息子は顔を真っ赤にして、あいつと苦々しい言葉を吐き捨てた。母さん、あいつに騙されたんだ。え？あいつ結婚してから浪費癖が激しくって、だから俺が金の管理をするようになったんだ。毎月生活費として10万円あいつに渡したら、半月も経たないうちに使い切ってしまったんだ。こんなのじゃ足りないって言って、俺の通帳かクレジットカードを渡せって言ってきて。息子は怒りをはらんだ声でそう言っていた。その真剣な様子に嘘をついているとは思えなかった。携帯を預かったのだってあいつが浮気をしていたからだ。あいつに行って中身を見せてもらったら、きっちりその証拠もあった。あいつ俺の給料を男に貢いでたんだ。息子の言葉に私は衝撃を受けた。まさか結婚して間もないこの二人にそんな問題が起きていたなんて。あまり二人に関わると良くないと思っていたので、私はそんなことを全く知らなかった。母さんが貸したお金だってきっともう使い切ってる。もう絶対お金なんて貸しちゃダメだ。息子にそう強く言われた私はうなずくしかなかった。息子から話を聞いて、嫁に対する不信感がますます高まった。あれから何度か私にお金をせびってきたが、適当にごまかして買わせていた。すると、みるみるうちに嫁の機嫌が悪くなり、私に当たり散らすようになった。お母さんがいるからあの人が私に給料をくれないんだ。お母さんを養う余裕なんてうちにはないの。お母さんが出ていけばもっと生活に余裕ができるはず。ねえ、分かってます？そう言って嫁は私を目の敵にし、毎日すれ違うたびに文句を言ってくる。なんで私がこんなに我慢しなくちゃいけないのよ。お母さんだってずっと家にいてパソコンを見ているかテレビ見ているかじゃない。そんなことを息子にわめく姿も見た。息子はなだめるような言葉を言い続けていたが、長男嫁は怒って話を聞かない。私はだんだんこの家に居づらくなり、最近パソコンをする場所を喫茶店などに変えていた。ちょっとでもあの嫁から逃げたいと思っていた。そんなある日、嫁に呼び出された。お母さん、引っ越ししてくれませんか？え？正直言ってうちの家計は苦しいんです。お母さんを養うお金なんてない。一応まだ定年していないんでしょ。仕事もあるんでしょ。まあ日がない一日ふらふら散歩してぼーっとパソコンを見ているだけなんだから、仕事と言えるかどうかもわからないけど。嫁はそう言ってクスクスと笑う。私の夫に寄生するのはやめてほしいって言ってるんですよ。嫁の言葉に私は驚いて声が出なかった。私は私の生活費を息子に出してもらったことはない。そもそもそこまでお金のかからない生活をしているので、浪費だってしていない。私は息子に養ってもらってなんかないわ。私の職業はご存知？知りませんよ。でもどうせ働いていると言えないレベルの低賃金なんでしょ。ずっと家にいて
パソコンをしているだけだものね。あははと笑う嫁。私はそんな嫁の態度に腹が立って、ふざけないでと声を荒げてしまった。私は会社で会計算用をしているの。簡単に言うと国民会計士よ。だからずっと家でパソコンをしているの。信じられませんよ。どうしてお母さんみたいなお年寄りにそんな役割ができるんです？パソコンを使えるかどうかも怪しいんじゃないですか？好きに言うといいわ。私は嫁のひどい態度にムカッパラが収まらず、ついにはもういいわ、出ていく、でも少し待って、家が見つかり次第出ていく。その言葉忘れないでくださいね。できるだけ早く出て行ってください。嫁はそう言って勝ち誇ったように笑っていた。私はそんな嫁を見ながら、ある作戦を思いついた。この腹の立つ嫁に一矢報いたいと思ったのだ。私は息子に家を出る話をした。その時息子にある提案をした。息子は少し考えていたが、以前から思っていたことだからと私の提案を考えてくれることになった。私は一人でも実行するために、早速作戦を成功させるため嫁に話をしておいた。私のものを全て持って出ていくからね。そうしてくれないと困りますよ。お母さんの物置じゃないんですよ、この家は。ふんと澄ました顔をしてくる嫁。私はそんな嫁を睨みながらも引っ越しの準備を進めた。息子の方も順調に進んでいるようで、この前久しぶりに見た明るい顔で報告をもらっていた。数日そのまま過ごしていると、長男嫁が再び私に出ていくように促し始めた。一体いつ出ていくのかしら。息子の給料泥棒をしてよく平気な顔でこの家で過ごせますよね。やっぱり年を取るとずぶたくなるのかな。長男嫁の嫌味は朝から始まった。私がほとんど答えず無視をして家事を進めていると、長男嫁は明らかに不機嫌な様子で私を見ている。ああ、家に泥棒がいるって落ち着かない。姑ってだけで気を使うんだから、せめてどこかへ出かけるなりしてくれないかな。大きな声で洗面所から私に聞こえるようにそう言った長男嫁。そんな彼女に苛立ちを覚えつつ、私は仕事道具を持って家を出た。やっと出て行った。本当に鬱陶しいわ。玄関に聞こえるほどの大声でそう言うと、長男嫁はご機嫌で高笑いをしている。そんなことを言っていられるのも今のうちだ。私は仕事でのスキルを生かし長男嫁の底を追っていた。その時見つけてしまったのだ。長男嫁の隠していた秘密を見つけた私はすぐに息子に連絡を取った。私の話を聞いた息子はショックで声が裏返っていたが、やっと決断ができたといい返事を返してくれた。これであの嫁に一泡吹かせてやることができる。私を犯罪者扱いし、息子の給料を使い切ってしまうなんて人として最低だ。じっくり反省してもらうためにも、この作戦は絶対成功させなければならない。そのためにも長男嫁には何も知らないまま過ごしてもらう必要があった。絶対バレちゃダメだから普段通り過ごすのよ。私の紹介でいい人も教えてあげるから、今週末その人に会いに行ってね。仕事帰りでもいいわ。連絡先送っておくからね。ありがとう。不自然に思われないように仕事帰りに話をしてくるよ。息子はそう言って落ち込んだ声をしていたが、決意をしたようなしっかりとした口調だった。さすが私の息子だわ、なんて自画自賛をして私は作戦を進めることにした。長男嫁は私たちの動きを知らないまま過ごし、
1ヶ月前に旅行の計画をしているという話をしていた。私と息子はその話を聞き、チャンスだと思って一気に準備を進めた。そして今日はその当日だった。長男嫁は朝から浮き足だった様子でおめかししている。お金はどうするの？私がそう尋ねると、長男嫁は全部あっちが出してくれるんですよ、そう言ってニコニコとご機嫌に笑っていた。怪しい。明らかに友達ではないだろうと雰囲気が物語っていた。そこには息子もいて苦い顔をしていたので、きっと浮気相手との浮気旅行だろうと思った。息子にはちゃんと見張っておくようにと話をすると、息子は大丈夫と言って複雑な表情をしていた。息子の気持ちがわからないこともない。愛して結婚までした人に裏切られるなんて、私でも数日は立ち直れないだろう。長男嫁が朝から大きなキャリーバッグを引っ張り家を出たことを確認した私たちはそれぞれ動き出した。そして数分後には引っ越し会社のトラックが2台家の前に到着する。この日に合わせて呼んでおいたのだ。私は全ての荷物を運んだのを見届けてから長男嫁に電話をかけた。今日中に出ていくわ。じゃあ確認のために夜また電話かけますね。やっと出てってくれるんだ、よかった。このままずっと帰省し続けるのかと思ってましたよ。長男嫁はそう言ってご機嫌な口調だ。きっと電話の向こうでは憎たらしい顔でほくそ笑んでいるのだろう。しかしそんな彼女の家はほとんど物がなくなっている。彼女の持ち物だけがその場に放置されるように残されていた。息子は空っぽになった家を見渡し、一番よく見える場所に離婚届を置いている。あとついでにこれも置いてくれない？あ、でもこれ、この前言い合いになってこれで証明できるわと思ったのよ。私はそう言って息子に給与明細のコピーを手渡した。息子はその金額を見て驚いていたが、これは私が常にもらっている給料だ。こんなに稼いでたんだ、俺も母さんを見習うよ。精進することね。私は息子に微笑みながら車に乗り込んだ。夜、長男嫁は宣言通り私に電話をかけてきた。引っ越しは済みましたか？ニヤニヤ笑っているのがわかるような口調。心底嫌になる。それでももう顔を見ることがないと思ったら清々していた。適当に返事をすると長男嫁からの電話がすぐ切れた。私は息子に電話をかけた。うまくやった？職場や義両親、親戚、兄弟にもちゃんと説明した？ああ、時間も十分にあったからみんなにきっちり説明ができたよ。母さんも引っ越しは落ち着いた？ええ、かわいい物件を見つけたの。また全部が落ち着いたら家に遊びに来てね。ああ、もちろん。弟も誘って遊びに行くよ。長男は付き物が落ちたような明るい声でそう言った。私はそんな長男の様子に安堵して長男嫁の動きを待つことにした。数日後、私の携帯に鬼のような勢いで電話がかかってきた。私はその電話番号と名前を見て、あの嫁だということを確信した。きっと、家の中が何もなくなって、旦那も出て行ってしまった空っぽの家で困惑しているのだろう。息子には電話に出ないようにと言っておいた。できることなら、完全に一度長男嫁に居場所がバレないようにしておくようにと話した。もしもし、お母さん、夫が大変なんです。長男嫁の焦った声が電話口に響き、耳をキーンとつんざく。私は慌てて携帯から耳を離し、スピーカーに切り替えた。一体どうしたの？夫がいなくて、出て行って、その失踪みたいなものが一つも残ってないし、
服も夫の持ち物も消えちゃってるんです。どうせお母さんの仕業でしょ。私の夫はどこにいるのよ。知らないわ。私は家を出て行ってるんだから、もうそっちの問題に巻き込まないでちょうだい。お母さんは一体どこにいるんですか？そっちに夫を迎えに行きます。残念だけど、私のところには息子はいないわよ。なんならカメラにして部屋を見せてあげましょうか？私はそう言ってビデオ通話に切り替え、部屋の中を映し出した。やっと納得してくれたのか、長男嫁は息を飲んだまま何も言葉を発さなくなった。親戚や職場を当たってみればいいでしょ。そんなのとっくにしてますよ。でもいないんです。職場にだって数日の休みを出しているって言われて、居場所もわからないし、私これからどう生活をすればいいですか？自分で働いて稼げばいいじゃない。まあ、あなたは借金もあるからそう裕福な生活はできないだろうけど。私がそう言うと長男嫁ははっと息をつく。なんで知ってるんですか？知らないとでも思った？ちょっとあなたのことを調べさせてもらったの。借金を抱えて、その返済金を息子の給料から抜いていたようね。しかも懲りずに浮気相手にまた貢いで。どうせ旅行だって浮気相手と言っていたんでしょ。息子もそれを知ったから頭を冷やしに家を出たんじゃないの？そのうち連絡が来るわよ。私がそう言うと長男嫁はショックを受けたのか、息を飲んだまま声が聞こえなくなった。しばらくしてやっと声を出した長男嫁は急に猫なで声で私に問いかけた。そういえばお母さんの給料の明細表も見ました。あんなに稼いでいたんですね。私知らなくて失礼なこと言ってしまって謝りたいんで、お母さんのお住まいを教えてくれませんか？直接会って謝りたいんです。遠慮するわ。どうせそんなこと言ってお金を借りるつもりでしょう。もうあなたの嘘には騙されないから。そんなことないです。本当に私困っているんで、ちょっとは協力してもらいたいなって思ったんですが、とりあえず謝りたいんです。見苦しい真似はやめたら？もう私はあなたと関わることはないわ。あなたもそれを望んだんだから当然でしょ。私はそう言って電話を切った。そしてすぐに息子に連絡をした。息子は明日電話をかけて問い詰めてみるという話をしていた。私と通話を終えた後、ずっと息子の携帯に電話をかけ続けているようだ。逃がさないように一度だけ電話に出たが、一切何も言わずに電話を切ってやったとも言っていた。きっと今頃金のあてがなくなった長男嫁は必死になって息子をつなぎ止めようとあがいているのだろう。浮気相手がどんな人間か知らないが、そちらに頼らないということはやはりその程度の人間なのだ。長男嫁に借金があったことは息子は私に知らされるまで知らなかったらしいので、押し付けられる心配もしなくていいだろう。やっと面倒ごとから解放された。私はぐっと背を伸ばして新居を眺めながら勤務に勤しんだ。その数日後、息子は長男嫁に電話をかけて離婚と慰謝料を請求したそうだ。彼女は諦めずに息子にすがったらしいが、息子はそれを一蹴し許さないとだけ伝えたそうだ。息子は職場に復帰して会社の上司や仲間たちに協力してもらったお礼のお菓子を配ったらしい。息子に職場に協力してもらって行方をくらませと言ったのは私だ。息子の居場所を聞いてくるだろうと思い、義実家や親戚に手を回しておいた。おかげで彼女は八方塞がりになっていた。浮気旅行に堂々と行っていたのだから、これぐらいの仕返しをしてもいいだろう。何より私を犯罪者扱いして家から追い出そうとしたのだから、しっかり反省してほしいところだ。長男嫁はその後、自分で蓄えた借金と息子への慰謝料で首が回らなくなったそうだ。
両親を頼ったらしいが、両親は娘が旦那にやったひどい仕打ちを許せないと追い返したらしい。その後、両親から勘当を言い渡された長男嫁は、今は頼る人がいないという話だ。さらに浮気相手にもお金がなくなったとバレたら逃げられてしまったらしい。やっぱり浮気相手も最低なクズ野郎だったのだろう。私は65歳になり定年退職。今は思ったより多く入ってきた退職金を使って悠々自適に暮らしている。